さあ皆さん、最後のバンドになりました。泣いても笑ってもこれが最後ですよ。盛り上がる準備はいいか、いいか。さあ Z オールスターズの皆さんです、よろしくお願いします。
笑いの皆さんこんばんは。酔っ払いのお世話をする Z オールスターです。お世話、ようこそいらっしゃいまして、最初から盛り上がった方がいいですかね。もうアリーナに集まっていただいてるんでいい、わかるわかるわかる、いいよ、アリーナースタンドクラブグッドマン、はい、お決まりやろう。ということですね、まあ、歴史が立った方がいいですかね、歴史ね。この歌、ミス・ブランデン、1984年生まれてない人、嘘つけ、まあ、これもまたお決まりの歌でございますけど、ね、生まれてないかもしれないし、ね、ロサンゼルスオリンピックですね。マドンナ・ライカ・バージ、ね、あるしか、誰かね、優勝したの。84年、私も大学生でございました。ということで、次の歌に行ってみたいと思います。あや。ワン、ツー、スリー、フォー。ゾロ歩き始めた恋の街角、いつか君と訪れた色あたる坂道は、アモーレ心切なく今日も風がそよふくだけ、一人季節外れの匂い時の過ぎゆくままに募る思い出、青い波の打ち寄せる誰もいない砂浜で、夕日浴びてカモメが恋の終わりを告げる、一番大事な人へさよならをプレゼントを、アモーレ涙で滲む星を指輪に変えて、ありのままの僕を責めないで、耐えないダメなやつだけど、あの頃は
ありがとう。いかがでしょうか。盛り上がってまだ続くからね、まだね。最後の曲の前に、ね、プレゼントも用意します。入ったあのチケットを忘れないように持ってないとね。捨てた人は残念。あった人は、あや、エイジア、2004年ですね。インドネシアの言葉で永遠っていうんですね。またオリンピック、アテネオリンピックですね。もうね。任天堂 DS が発売になりました。以上。歴史方とかないと分かんないでしょ、その時何が。ちゅうことで、これめくらないといけないんですけど、次にですね、登場していただくのは、原優子さんに登場していただきますね。ゆうこりんとも言われてますけど、ね、いい歌でございますね。このために私もタンバリン練習してまいりましたから、ね、初めてだけど。一応頑張ります、ね、サービスサービスということで言ってみましょうかね。インサとユーコリンが歌いますね。そんな全身に騙されて、踊りが上手で無垢なふりをした、そんな天使が得意な8ビートのダンス、泣いたりしたらいけないかもね、ミスコティクは夜通し熱い、だから一言ありがとうございました。盛り上がってますか？
じゃあもっと盛り上がっていきますか、ね、次の歌は今夜は返さない嘘で決まってるよ誰も知らんがそんな歌ビールで好きなメーカーはどこですか。お、恵比寿ってどこずる惜しいな。ずる札幌。札幌気に入らん。気に入らん。朝日が出ない。すごくない。キリン。いや札幌が最後に出てほしかったけど最初から恵比寿って言われたけどどう持っていこうかと思うけど相当汗拭きちゃうよ。まあいいけどね。ということで札幌プレミアムフリーの CM ソングって2013年で知ってます。まだ生まれてないか。おいおい、なんでそんな掛け合いしない。その間にこれを握りますか。ね、おいしい秘密という歌があるんですけどね。これあの聞いたことあると思うんですけどね。これは、世代を超えて歌える歌でございますので平下さんもいけると思いますね。これね、ちょっと離れてますけどねでは行きましょう。おいしい秘密。今日のお前っていつもと違う。私に何を隠しているの。はっきり打ち明けて。まあまあうま札幌が始めます。
ちょっと待ってね、熱いよね。よしよし。次はね、あ、ちょっと名乗り間違えた。シーンとしてね、シーンとして。お。Baby, no baby, 愛なして情もない。
かった？感動した？感動した。感動したついでに。もうすぐ盛り上がって最後いきますよ最後はね。もうちょっと引っ張ってね、もうちょっと引っ張ってね。
来るという声があったんでですね。あ、プレゼント忘れとった。あ、プレゼント、あ、プレゼント、は、なんだ。ではですね、番号を発表します。番号、あのチケットの番号ですね。番号書いてあるんでしょうね。一旦落ち着いて番号見ましょうか、番号ね。プレゼントはですね、この前桑田佳祐さんのあれが出たよしこさんの CD 限定版のやつを私から、ザスから差し上げます。1枚です、ただ番号がありますので、3人だけちょっとですね、まあ、ベタで申し訳ないですけど8月6日8月6日ということ は8番と6番と8たす6、14 8、6、148、6、14いなかったらどうしよう。小田さんマジみたいな。お、6番8番いないですか。8番お、お、おいた小田さん、小田さんだけ。明るいところで6ですか。え、本当に 6？ あ、じゃあ他いないですね。8と12。はい、では小田、いた。はいはいはい、もう一回いました。じゃあじゃんけんしましょう。あ、じゃんけんですよ。じゃんけん、最初はグーで小田さんが勝って譲ると、このラインでいきましょう。はい、あ、はい、小田さん負けました。どうもー。どうぞー。ちょっとこれ、はい、どうぞどうぞ。あの、聞きましたけど、すごいいい。サインは？サイン。おめでとうございます。小田さんありがとうございます。見上げていただいて当たってよかった小田さんに。ということでラストになります。盛り上がっていきたいと思いますね。もう一回いきますよ。アリーナースタンドグッドマン、はい、奥も来て全員スタンダー、はい、グーグーグー、はい、おいでおいでおいで、レッツゴーマンピー。痛くないとあなたは言う、いわく曖昧な世間なんて無情の愛ばかり、笑う人生にビジョンなんておよしなさいとあなたは言う、ミルクいっぱいの種をまいてしとりに食うばかり、切ない男の女がちょいと行きずりの羽目暮らし、会う浮世絵舞台寝ての世界、あれはロマンピーの G スポット G スポット G スポット、真夜中の森を抜けてたどれば自由の道、それがたぶん本当の未来な
とことこんなが今日も暗闇で綱渡り歩く浮世は舞台街にとは来ないやがてマンディーはジュークボックスジュークボックスジュークボックス湖に赤いバラを捧げた目に乗ったりZ オールスターズ、もう一度大きな拍手お願いします。じゃあここで、最後に、中道本部長の方から少しご挨拶していただきたいと思います。よろしくお願いします。皆さん今日どうもありがとうございました。本当に外も暑いんですけど、この中ね、熱気いっぱいで本当にいい時間を過ごすことができました。会社全体、それから会社のね関係の皆さん、今日多数本当ご参加いただきまして、いいコミュニケーションが取れたかなと思ってます。でいつも言ってますけど、いつかこっちに来て一緒にバンドをやりませんか。さっき平下さんから2年後ですかね、ご参加いただけって聞きましたけど、そうね、他の皆さんもぜひご参加いただきたいと思ってます。本当に今日はありがとうございました。ありがとうございました。次回、12月に九州でやります。はい、で東京はまた来年やりますんで、はい、で11月は ZDC でやりますってことで、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。これで全て滞りなく終わりました。ありがとうございました。今日は本当に暑い中、皆さん来ていただきまして、花火大会もあってね、オリンピックもあって、ありがとうございました。改めてメンバー一同お礼申し上げます。ありがとうございました。あとですね、今日やはり温かい、いつも応援いただいた角源さん、差し入れいただいてありがとうございました。角源さん、水道橋駅から徒歩5分ぐらい、美味しい九州もつ鍋ですので、こんな分厚い刺身が出てきますので、おっと、ぜひ皆さん行ってください。よろしくお願いします。あとですね、非常に今回、我々のわがままを聞いていただいたクラブグッドマンに皆さん拍手お願いします。ありがとうございました。また来ます。で、最後に一つ、今回ですね、やはり熊本を応援したいと、いうことがありまして、こんなバッジを我々作りました。で、最後にですね、募金箱を用意しております。小銭をザラザラっと、まあ、できれば200円以上ぐらい入れていただけると、200円じゃなくていいですけどね、お札でも大歓迎でございます。
2つ箱があります。我々のスタッフが、持ってますので、お買いの際にザラザラっとこう入れていただけるとチャリチャリとありがたいなと思いますので、はい、ぜひよろしくお願いします、はい、今日はありがとうございました。それでは皆さん、暑いですので、気をつけてお帰りください。本当に今日はありがとうございました。